さん、あめっちゃ本当に嫌いになった。あれ違うよ、これちょっとあんまり目立つのダメだ。こいつら、こいつら。ちょっと映ってるみたいな。あ、俺、着替えてる。背景の感じ。はい、久美たちです。一応、木崎でね、あの偶然集まったメンバーで、たくみは本当合うね。合います。本当に合うよね。合います。待ち合わせしなくて。フェリーでも会いました。フェリーでも会ってますね。飛行機でも一緒になったことあります。ね、オーストラリアですね。そうですね。本当に合うから、今日はもうあのこういう大セッションが来ていることで、木崎もサイズはあるんですけど、まあちょっとオンショアコンディションで、あ、めちゃめちゃ臨戦になる、波です。はい、みんな頑張りましょう。では、テストも。さきちゃん、ちょっとだけおっぱい出てます。いいの？じゃあ、のぞってあげないと。譲ってあげてくださいね。お願いします。じゃあ、それでは、もうそれぞれの課題ね、それぞれの課題を持って、せーの、いつで、レッツゴー。はい、本日は、たくみのバックサイドです。いい、縦リップすげーかっこいいですね。こんなリップしたいな。うん、フロントも素晴らしい。はい、これた、あ、たくみじゃないな、これローカルですね。ローカルの子ですね。この子もローカルの子です。綺麗なカットバックです。んこれマスミンです。あ、ちょっといいターンしましたね。はい、これ自分です。これいい縦リップです。で、セカンドも悪くない。うん、コンビネーションって感じですかね。はい、続いてリサです。めちゃめちゃ頑張ってます。これはサキです。サキちゃんです。で、ちょっと流されたんで元の場所にみんなで上がってみんなで戻るっていうね、どんだけ仲いいんだって感じですけどね。本当一人でやるよりみんなでやると刺激が違いますね。いいライディングすると本当嬉しいですよね。はい、高っ。うん、詰まった。高、うん、なんとか目線でリードできてよかったと思います。はい、これヒートやってる時の焦ってるライディングです。出てますね、焦りがライディングに。はい、これも焦ってるライディングです。うん、まあなんとかって感じですね。はい、返してゲットしてるマスミンに飛びつきます。楽しんでますね。最後はちょっと、お、危ないぞ特集で締めたいと思います。お、ちょっと危ないというかドルフィンしないと当たってた。はい、これはもうちょっと故意的ですね。故意的に向かっていった感じですね。真似しないようにしてくださいね。はい、これも板が飛んできます。危ない。ドルフィンしてなかったらこれも危なかったですね。もう夏は目の前です。チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。